皆様こんにちは。駐日米国臨時代理大使のジョセフ・ヤンです。約2年の任期を終えて間もなく日本を離れます。今世紀の最も重要な同盟である日米同盟を強化するために私のチームと協力し、この日米両国の歴史上大切な時期に日本で勤務することができました。これは生涯の名誉となりました。日本で最も印象に残った出来事は何かとよく聞かれますが、これは本当に難しい質問です。私はこれまで日本中を旅するという大きな喜びを味わってきました。石垣島の青い海、北海道の純白の新雪、そしてその間にあるあらゆる場所を目にしました。また名誉なことに天皇陛下の即位の礼に出席させていただきました。2011年に東日本大震災と津波が発生した時、私は大使館に勤務しておりました。そしてあの悲劇の瞬間が日米両国の友情を永遠に強固なものにするのを目の当たりにしました。あの壊滅的な震災から10周年を迎えた今年3月には陸前高田を訪れ、計り知れない損失と破壊に直面した日本人の回復力を目にしました。幸運にもこの10年間の大半を日本で勤務し、日本関連の業務に取り組んでいきましたが、まだ味わっていない極めて日本的な経験がいくつかありました。そこで大使館の広報文化交流部チームの協力を得て、やりたいことの短いリストを作って、日本での最後の数週間でできるだけ多くのことをしようと計画しました。まず初めて大相撲の本場所を観戦し、照ノ富士関に米国大統領杯を贈呈するという行為に意欲しました。次に3階建てのゴルフ練習場に行きました。私は最近ゴルフにハマっていて、何かストロークに物足りなさを感じていましたが、幸運にも素晴らしいゴルフの先生に出会えて、私のフォームを修正していただきました。どなたか私のスライスを直すためのアドバイスがありましたら、ぜひツイートしてください。妻と私は一緒に千代田区まで足を運び、本格的なそば打ちを体験しました。大いに楽しみましたが、妻が特に気に入ったのは下田さんのわさびです。季節の和菓子をいただいた後は茶道を体験しました。伝統的な日本庭園を楽しみ、ゆったりした時間を満喫しました。そして最後に、私たちのリストの中で最も気に入ったのはあの名高いお宮八幡宮で神父会の皆さんと弓道を体験したことです。またには足らなくても素晴らしい体験でした。いつかまた日本に戻り、もっと冒険をし、さらに多くの友人を作ることを家族ともども楽しみにしています。大使館を去るにあたり、この数年間で日本とのパートナーシップがより強固になったことを大変誇りに思います。私たちの安全保障同盟、経済関係、そして人と人の絆が引き続き繁栄し拡大していくことに疑問の余地はありません。両国をここまで導いてくださった日本と米国の皆様のご尽力に心から感謝いたします。これからもますます日米の絆が強くなりますように。ありがとうございました。またお会いする日まで、さようなら。